では今から縦列駐車を始めていきます。縦列駐車の一番最初大事なポイントは駐車場所をしっかり確認しておくということです。で、駐車場所を目視で確認をしたら一旦前進をしていきます。ここで前進する際も1メートルぐらいの安全な間隔を空けておいた方が良いです。このポールが実際は車だった場合に道がぶつかってしまうといけませんので、ドア1枚分開けて少し前気味に止めていきます。ある程度の場所まで準備ができたら下がっていきます。ギアは R リバースをしてからしっかり安全確認をしていきましょう。安全確認は後ろだけでなく左後ろや右後ろしっかり確認をしてから実際に自分の目で見ながら後退をしていきます。それでは後退をしていきましょう。後方、左後方、右後方、よし。そして実際にハンドルを回す一つ目のポイント、車の後端が揃ったあたりでハンドルをしっかりすべて回し切っていきます。ここで回し切ることで車を角度をつけていきます。そして実際に目視をしながら左後ろの安全を確認して少しハンドルを戻しながら開けます。車の車体右後ろと後ろの車右角が揃ったぐらいでハンドルをもう一度戻します。ここでポイント、この後車体がまっすぐ下がるのが大事です。では一旦そのまま下がっていきます。はい、まっすぐ下がりましたね。ではまっすぐ下がった後左前方や右後方の安全を確かめながらハンドルをすべて切っていきます。そうすると左前方、左後方、右後方がぶつからずに安全に車体が枠の中に収まることができます。そしてここで実際に駐車をする、最後までハンドルを戻してしまわないというのもポイントです。はい、これでは駐車完了です。お疲れ様でした。